札幌市が招致を目指す2030年の冬のオリンピック・パラリンピックについて、市内の商店街の連合会が招致実現の要望書を秋元市長に提出しました。それでは我々の思いが積もった札幌市商店街振興組合連合会の島口義弘理事長は、きょう午前、市内33の商店街からの要望書を秋元市長に手渡しました。要望書では、2030年の冬季大会が道内経済の持続的な発展に貢献するとして、招致の実現を求めています。我々は未来に希望を持ちたい、そして何かを目標にしたい、それが今回の2030オリンピック・パラリンピックの招致ではないかというふうに思った次第でございます。要望書を受け取った秋元市長は、2030年の大会開催を企業や市民がまちづくりの一つの目標にしてもらえるよう、招致に取り組んでいきたいと述べました。